最後の枠入り、さあお待たせしました、中山グランドジャンプ25回目ゲートイン完了です。スタートしました。もっと3番の西野デイジーがタイミングが合わなかった。最後方から障害ファンの中から悲鳴のような声が上がりました。さあ最初の障害に向かいます。5番のビレッジイーグルが出てきました。経験豊富。8番の帝王ソクラテス、それから4番のスマートアペックス、さらに9番のクリノ王者、その外にミッキーメテオ、内からは2番のイルゴトシ。4コーナーから正面スタンド前へ、あとは大新クローバー、1番のジューンベロシティ、この辺りが続いています。正面スタンド前に出てきました西野デイジー、後方からの競馬になりました。水濠障害を各馬が飛越していきます。かなり高い飛越。6番のエミリオが後方から2投目、そして最後方が3番の西野デイジー、正面2つ目の障害です。今西野デイジー最後方で飛越を終わりました。先頭からは12、3馬身があります。今度は 1,2 コーナー中間の障害、先頭は5番のビレッジイーグル、経験豊富な馬です。1馬身半のリードを取って意見障害飛越、外から帝王ソクラテスが並んでいきました。そしてダートコースをよき切ります。あとは外からミッキーメテオ、坂を下ります。そして登っていきます。4番手には4番のスマートアペックス、その後ろに3番の、その後ろに外からクリノ王者が上がっていきました。あとは2番の色ごとしの追走です。かなり縦長。さあ坂を下って登っていったところが最初の難関大竹作障害です。西野デイジーは後方から2投目1つポジションを上げました。坂を登り切りました。最初の難関に向かいます。大竹作障害、先頭5番のビレッジイーグルです。今先頭で近づいてきました。踏み切ります。飛越、そして帝王ソクラテス、ミッキーメテオ、この辺りも飛越を終わりました。全馬無事に飛越を終わっています。外に持ち出して2番の色落としが3番手の外に上がっていきました。あとは4番のスマートアペックス、ちょっと切れて9番のクリノ王者、その直後は7番の大新クローバー、その後ろに3番の西野デイジー、徐々に徐々にポジションを上げています。あとはジューンベロシティ、そしてエミリオが続いています。逆回り、今度は左回りで最初に越えた障害、タイミングを合わせて先頭の5番のビレッジイーグル、そして2番手の帝王ソクラテス越えていきました。各馬まだ落馬はありません。坂を下ります。一つ一つ障害を越えるごとに障害ファンから拍手が湧いています。中山競馬場、大門の中山グランドジャンプ、坂を下って登っていきます。そして今度はまた左にカーブを取って坂を下って登って2つ目の難関大池垣障害に向かいます。さあちょっと外に振られた帝王ソクラテスですが、体勢を立て直して、このあとこのコースを取ると内に入れますが、どうでしょうか。外に出ました。内を通ったのは5番のビレッジイーグルです。その後の3番手、このグループがちょっとごちゃついてきました。さあ今踏み切って飛越、そして3番の西野デイジーも今 4,5 番手まで上がっていっています。ようやく 4,5 番手まで上がっていきました。その前にいるのはミッキーメテオ、それから2番の色落とし。正面スタンド前の障害を各馬が飛越していきます。まだ落馬はありません。10頭無事に飛越を終わって、今度は 1,2 コーナー中間の障害に向かいます。まだビレッジイーグルがリード、それから2番手帝王ソクラテス、3番手に3番の西野デイジー上がっていった。今踏み切って 1,2 コーナー中間の障害を飛越、これからダートコースを避け切りますと芝コースの外回りコースに入っていきます。抑えきれないような格好で3番の西野デイジーが前を追っている。さあこのままあとゴールまで突っ走れるかどうか。坂を下って登って向こう上面に入ります。芝コースに向かっていきます。奥障害あと3つ、ハードル障害が待ち構えている。さあ前は5番のビレッジイーグルの外に帝王ソクラテス並んでいきました。その後の3番手、外2番の色落とし、そのうちに3番の西野デイジー、向こう上面のハードル障害を今飛越、その後ろは内をついてミッキーメテオ、それから大新クローバーも上がってきています。坂を下ります。ゴール前は激戦になるのか。さあ今外から一気に2番の色ごとしが仕掛けていった。残り800、色ごとしがここで先頭に立つ。2番手8番の帝王ソクラテス、逃げたビレッジイーグルは3番手から4番手に交代、代わって上がってきたのは3番の西野デイジー。今 3,4 コーナー中間の障害を経営しています。3番の西野デイジーちょっと苦しいか、手が動いている。さあ先頭の2番の色ごとしは会長、3馬身から4馬身、4馬身から5馬身、リードを広げていく。あとゴール前には障害が1つ、そして3番手グループは大混戦になってきた。内から10番のミッキーメテオは3番手から、3番の西野デイジーは苦しい。先頭は2番の色落とし、最終コーナーを回って、そして最後の障害を今飛越、無事に飛越を終わった。独走態勢だ。さあ2番手争いが問題、帝王ソクラテス2番手粘っている。先頭は2番の色落とし、
大差をつけました。2番手に大きな差をつけて2番の色ごとしです、黒岩騎士です。1着で今ゴールイン、優勝色ごとし。そして2着には10番のミキメトウ、3着は8番の大神クローバーか7番の大神クローバーか8番の帝王ソクラテスか、この2頭が並んでいます。4分54秒1というタイムが上がりました。全馬完走、オモババの中山グランドジャンプですが、10頭全馬が無事に完走しました。勝ったのは2番の色ごとし、前々走で障害の未勝利を勝ったばかりの馬。この馬が中山グランドジャンプ、この主のコースを見事に制しました。